ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。ドラゴンクエストビルダーズ2スイッチ版、続きをやっていきましょう。はい、前回ね、行動を掘り進みまして、このね、村のすぐ近くから、続くね、このトロッコの線路をある程度ね、つなげました。はい、でね、裏でもちょこちょこやってたんで、ご覧の通りね、ほら、3人分のトロッコをね、つなげて作ってみました。はい、ではね、早速続きからやっていきましょう。ほらほら3人分ね、前回まではね、この寝癖の分だけだったからね、あと後ろ2人ね、走ってついてきてたんだ。それがかわいそうだからね、3人分作ってあげたぞ。よし、とりあえずこの、ね、終点まで行こうぜ、3人でレッツゴー。ほらほら、いや楽しいね。このね、行動の中をね、こうやってトロッコで進んでいくっていうのはね、非常に楽しいよね。はい、止まります。一旦ね、こうやってね、駅に到着すると一時停止ねするようになっております。で、他のアラクレドモもね、これね、線路開通したからね、勝手にトロッコ使っとるんだよね。はい、ここが2つ目の駅で、さあ、そろそろここを曲がって終点にね、着きますよ。終点から先はね、まだ僕行ったことないからね。はい、終点ということで、この先もおそらく線路とかね、あるんじゃないかなと思うから、一応持っていこうか。これね、持ち運びもできるんだよね、このトロッコね。一応3人分ちょっと。OK、3つ持ってたら大丈夫でしょ。うん。OK。ほんなら、こっから先はね、まだ行ったことないからね。うん。手応えありとか言ってるね。ね、どんどんね、どうも、掘っていかないといけないモンスターいっぱいいるやん。襲ってこないかな？あ、襲ってくるわ。襲ってくる。まずこいつら片付けろ。こいつら片付けるところからだ。おい、シド。俺、ちょっと変わったとこあるやろ？え？前回の動画からちょっと変わったとこあるやろ？お前、言ってみろ、おい。言ってみろ。ほら、かなり変わってるやろ、お前。わからへんか？ん？いつもより寝癖が立ってる？ちゃうわ、バカ、お前。ほら、見てみろ。これね、銅の剣。そして、これね、盾が川の盾になっております。ちょっとね、素材島なんかをね、裏でやってたんだよね。そしたら、この銅の剣とこの川の盾をね、作れるようになったんで装備しております。わかったか？お前、ちゃんと見とけよ、お前、指導。よし、先進んでいくぞ。お？なんだ？ホイミスライムの、ホイミスライムの頭の上に盾が出てるぞ。どうした、お前。記憶喪失か？うわ、人間だ。君たち、こんなところで何してるの？この行動は、魔物も出るし、とっても危険なんだ。気をつけて進むといいよ。特に夜になったら出てくる青い体に青い覆面の怪人に注意して、きっと戦っても勝てないから逃げた方がいい。何それ、それまだ見たことないな。うん、行動は太陽がないから時間の感覚がわからないよね。その怪人は夜にしか出ないから、夜が来た場合合図にもなるんだ。あ、そうなんだ。姿を見たら地上に戻るといいかもね。うん、まあ、夜は気をつけてって言ってるね。なんかいいホイミスライムかな。いいホイミスライムってね、ドラクエ4に出てきたけどね。お、言うやんけお前。あ、ここもね、あれだ、爆弾だ、爆弾。ボンバーマンしてくれってことだね。よいしょ。気をつけろ、離れろ。もぐら、お前も離れるとき危ないから。よしよし。こうやってね、どんどん行動をね、この掘っていって、近へ近へと進んでいくんじゃないか。ちょっとまたほら、深くなったんちゃうか、ほら。敵もいっぱいいるぞ。よいしょ。おー、結構広いぞ。結構、あ、さっきの覆面って言ってたやつあれちゃうか。え、今昼前だよね。今昼前やから。え、何してんのあいつ。え、何してんのあいつ。ちょ、あかん、敵や、敵や。おい、気をつけろ。シド、これ、敵やぞ、こいつ。あ、危ない。倒せ。お前、この覆面倒せ、お前。危ない、危ない。倒せ、お前。おそらくね、この人間型だから、こいつも多分ね、おけつもしくは股間が弱点だと思うんだ。股間を集中的に狙い。この5秒低いとこ狙い。おら、見たか。何？お前のお肉食べたないわ。はいはい、マップを見るとね、これなんかずーっと、ただただまっすぐ進んできたっていうね、感じになってますよね。多分このハテナがね、ホイミスライムだと思うんだよね。さあ、進んでいくぞ。あ、またあるよね。こう周りちょっと探していかんでもいいの？アイテムを見つけるってわけじゃないのかな？ひたすら掘っていきゃいいんかな？よいしょ。離れろ。ドーン。オッケー。ある程度掘り進んだら何かね、イベントが発生するかもしれないからね。そして銅とか鉱石はね、この荒くれたちが毎日ね、夕方にこれくれるからね、僕が掘らなくてもいいと思うんだよね。あ、ほら、また線路があるじゃないか。ん？お前ちゃんと働いてるか？お？戦いの匂いがするぜ。指導どうした、お前。あれは導きの玉じゃないのか？あ、導きの玉があるぞ、こんなところに。あ、眩しい。うん。あー、銅の採掘基地。これでね、ファストトラベルできるようになったんじゃないか？あ、そうだね、そうだね。あ、こいつは便利だぜ。もうトロッコとかほとんど意味なくなっちゃっている。うん。わ、なんだ？色違いのお前師匠がいるぞ。気をつけろ、お前指導どこ行った？あ、寝癖、指導、あれはハーゴン教団の魔物だぞ。ははは、早く、なんとかするんだぞ。もう任しとけよ、お前。ほらほらほら、お前爆弾食らいたくなかったらな、お前。ほら、観念しろ、お前ら。お前らごときにな、使う爆弾ちゃうねん、お前。壁壊すのにお前重要なアイテムやからな。お前らこの銅の剣で切り刻んでやるぜ。
よっしゃ、見たか、ほら、やったぞ。うん、どうでもいいけど、お前、シド、お前、それいいな、お前、海洋剣使ってるみたいやんけ。え？ヌオ、魔物たちをやっつけてくれたんだな。筋肉がないのに、すごいぞ、寝癖。やっぱり、この行動の荒れ具合、行動の中は、教団の魔物の巣になってるんだぞ。ハーゴン教団の奴ら、行動の中まで破壊して、楽しんでるみたいだぞ。おいら、許せないぞ。まあ、穴開けてくれるんやったらね、穴開けてくれるでいいんだけどね。うん。オイラも魔物を倒したいけど、オイラ魔物恐怖症だぞ。魔物退治は二人に任せるぞ。ほんならお前はもう早く鉱石集めろ。それはそうと、気づけばかなり奥まで来てたみたいだぞ。ここは昔の採掘基地だぞ。あ、ここが基地なの？今の荒くれの数じゃこれ以上進んでも鉱石は掘れそうにないぞ。一度地上に戻ってミルズに知らせるぞ。あ、そうだよね。おっと、ここには、導きの玉があるみたいだぞ。玉に触れておくのを忘れるんじゃないぞ。もう触ってるからね。地下行動は複雑だぞ。迷ったら迷わず、ワープを使うんだぞ。あ、一応ね、これなんか鉱山の問題を解決する仕様が 100% まで行きましたんで、またね、ちょっと村に戻ったら、イベントがね、発生するかもしれないんで、一旦ね、ちょっと村に戻ってみましょうか。よーし、帰ってきたぞ、皆の衆。お、よっしゃーとか言ってるね、お前。ぐおー、寝癖、行動を復旧できたんだな。よくやってくれたぜ。いやー、まだね、途中なんだけどね。これで、鉱石の採掘量が上がる。夕方の報告会を楽しみにしておけよな。やはりあれかな、僕が何か探していくというよりは、どんどんね、僕は掘り進む、そんなね、役目なんだよね。それはそうと、寝癖。おめえ、行動に入るとき、ヘロに弁当をもらってやがったな。あ、一回だけね。一回だけだぞ。はっきり言っておくが、ヘロはおめえには渡さねえ。おめえは今から俺のライバルだぜ。なんだ今焼いてるのか？ちょっと待つんだぞ。どちらかというと、ペロはオイラの大切な宝物なんだぞ。お前たち全員オイラのライバルだぞ。ちょっと待て、俺はおむつをしていた頃からペロを知ってる。ペロの独り占めは許さんからな。お、なんかややこしなってきたぞ。ちょっと待て、お兄さん。古いぞ、ゴルドン、お前ネタが。ペロは俺の天使だ。ペロ、誰にも渡さないぞ。ちょっと待てよ。お、シドンまで？ちょ、もういい。シドン。何を言い合ってるかは知らんが、俺はバニーってやつに興味がある。お前たちの好きにはさせないぜ。あなたたち、ペロは私の最愛の娘なんです。誰にも渡しませんからね。ちょっとお父さんに気に入られなかったらね、さすがに僕らもグーの根も出ないからね。くそ、みんなペロをめぐるライバルだ。絶対負けねえからな。まあ一応達成したね。あ、お父様。寝癖さん、行動の復旧は順調のようですね。しかし、バー作りも忘れられては困ります。そうだよね。荒くれさんのやる気の源こそバーなのです。もしまだ進めていないのなら、設計図の中のドリンクテーブルを作っていただけませんか？お？ドリンクテーブル。設計図の場所に石の椅子を置き、石のテーブルの上に銅のジョッキを置いて、2箇所のドリンクテーブルを作ってください。おぉ、なるほどね。もう軽くしかね、まだね、酒場触ってないからね。喧嘩すんな、お前ら。喧嘩す、お父様殴られてるぞ。なんて、ドリンクテーブルを作れた？ちょっとね、設計図見てみましょうか。よいしょ。石のテーブル、そして石の、銅のテーブル。じゃあね、石のテーブルと、こうなんか、タルかな？タルじゃないわ。銅のジョッキか。あ、これね。この辺のもんちょっと作ってくれって言ってましたね。じゃあちょっと作ってみましょうか。いやー、マスター、これ。もうこのドリンク作りも大変やわ、マスター。これ大繁盛でんな。もう儲かってしゃあないですな、これマスター。はいはい。こうやってね、このね、銅のテーブルの上にジョッキをね、こうやって置いてあげると、ほら、ドリンクテーブルになるんだよね。オッケー、できたぞ。マスター、できたぞ。バーの建築が進み、鉱石の採掘量が上がった。あ、バーをね、ちょっとこう、どんどん作っていく最中にも、こうやって、採掘量が上がるっていうね、そんなこの、なんていうの？イベントが起こるんだね。おーって言ってね。どう、マスター？もしまだ進めていないのなら、設計図の中のドリンクテーブルを作っていただけませんか？お前の目は節穴か？お、なんや、マスター。思い出したかのように、なんや、お前。はわわわわ、素晴らしい。ドリンクテーブルが2箇所できたんですね。あ、そうそう。あのね、奥と、このね、手前もね、2つあったみたいなんだ。それを完成させると、急にね、マスターが喋り出しました。バーが、できていけば、荒くれさんたちのやる気が出ます。鉱石の採掘量も上がっていくはずですよ。以前もお話ししましたが、このオッカムル島は昔ゴールドラッシュに沸き立つ豊かな島でした。あ、そう言ってたよね。一日に何千何万と鉱石が取れ、一攫千金を夢見た人がたくさん集まっていたんです。しかし、いつしか鉱山から鉱石が取れなくなって、
鉱石をめぐる争いが数多く起こりました。そんな時です、人々の争いをなくすと言ってやってきた教団が鉱山を塞いだのは。鉱山が閉鎖されてから確かに争いはなくなりました。しかし人々は夢さえもなくしてしまった。教団の教えに背くのは今でも少し怖いですが、私はあなたのものづくりにかけたのです。寝癖さん、バー作りに行動の修復、改めてよろしくお願いしますね。うん、達成したね。ほんならお前一杯ぐらいおごってくれますか、マスター。寝癖さん、バー作りも進み行動の復旧も順調です。なんか言うねそれ。うん、そこでこの辺りでビルダーの鐘を鳴らして鉱山街にさらなる仲間を呼んでいただきたい。あ、そうだよね、もっとね人手はね多い方がいいよね。鐘を鳴らせば街に人が増え、鉱石がたくさん掘れるようになる。そうすればバーも賑わうというもの。住人たちの願いを聞きつつ、ものづくりのかけらを集めるんです。そしてビルダーの鐘を鳴らしてください。オッケー。おーおー、どうしたどうしたみんな、ちょっと待って、一旦ちょっとお前、これ録画切り替えるわ、ちょっと待ってお前ら。あーあーあー、オッケーオッケー、戻ってきたぞ。うん、この辺みんなバタバタして。え、どうした。あ、夜になったから、あ、モンスター入ってきたんだ。わわわ、こいつは危険だぜ。なんかこれは色違いの幽霊来たぞ。あかんあかんあかん、やめとけやめとけお前ら。寝ろ寝ろ寝ろ、一旦寝ろ、寝て朝を迎えろ。あー、おはようおはよう。いや、幽霊はね太陽に弱いからね。僕たちのレベルではねまだ危険だぞ、ああいうね強い敵と戦うのは。よし、一人一人話を聞いてやろうじゃないか。うん、おうおう寝癖、なかなか見事なビルダーぶりじゃねえか。そんな貧弱な体でよくやるぜ。最近は荒くれも増えてきただろ。そこでおめえに荒くれ専用の宿屋を作ってもらいてえんだ。宿屋だと。小さな部屋にベッドを8つ、壺3つに宿屋の壁掛けをつけて荒くれの寝床を作ってくれ。あー、いいね荒くれの寝床って。そうそう、荒くれは筋肉を寄せ合うとよく眠れるんだ。宿屋は小さい部屋で頼むぜ。お前らそんな狭い部屋でお前いいのか。ん、あ、まあひらめくのはそれひらめくけどさ、あまりいいひらめきじゃないんじゃないの。宿屋の壁掛け、旅人が宿泊する施設の目印の装飾。まあそんなお前らが狭くていいんだったらね作ってあげるけどね。うん、お前もちょっと喋りたい。うん、オイラはこれから行動担当になるぞ。いや、お前そもそも行動担当だからね。テラのために掘って掘って掘りまくるぞ。結果は夕方の報告会で確認するんだぞ。うん、そうだね、それ前も聞いたよ。合ってるかな。うん、寝癖、バー作りに行動の復旧進んでるみたいね。あ、そうだよ、私このバーをもっともっと素敵にするために看板メニューを作りたいの。ほう、なに。寝癖、あなたも手伝ってくれるでしょ。いや、僕にちょっとお料理にはうるさいよ、言っとくけど。ありがとう。それじゃあまず料理を作るための部屋を作ってくれないかしら。あ、キッチンね。焚き火2つと収納箱、行動にあるキノコを置いてキノコキッチン。いいやんキノコキッチン。そうそう、壊したキノコは部屋には置けないわ。うん、グローブで生えているのを持ってきてね。めんどくせえなお前。あ、そう、うん、ツルパゲはツルパゲは。うん、どうしたお前、瞬間移動、お前瞬間移動を覚えたのか。寝癖、お前さんのものづくりのおかげでここも鉱山街として発展していけそうだな。俺たちは今までものづくりは人を惑わすという教団の教えでビルダーを悪として憎んできた。だがお前さんのものづくりを見て気づいたぜ、教団の教えが間違ってたってことにな。さて、こんなこ、ね、さて、そんなこんなで俺からもお前さんに頼みがある。この町と外の境界線にたくさんの明かりをつけて鉱山街全体を明るくしてほしいんだ。まあ確かにね、暗いもんねこの町ね。うん、うまくやれば死神も出にくくなる。さっきのやつね、さっきの町の中のお前さんの好きな壁に壁掛け松明を10個つけてくれ。あー、オッケーオッケー。まあ一つずつやっていくか。とりあえずメンバー増やすか。一旦ね鐘鳴らしてみましょう。鐘を鳴らすということは、町は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのは鳴らすのは鳴らすのは花た。なんやねん、鳴らせよ鳴らせよ。え、ハートがあと21個足りない。なんやねんこの無駄な無駄なカットは。お、できたできた。荒くれどもの宿屋ができたぜ。小さい荒くれの寝床だよね。オッケーできた。これね、看板を外につけんのかなと思って、外にね、つけたんだけど何もならなかったから、あ、オッケーオッケー、ビルドレベル上がるようになりました。部屋の中にね、この看板をつけなきゃ、この部屋にならなかったんだ。その辺なんかちょっとパッとしないんだかね。うん。おいお前、グオ、荒くれの寝床を作ってくれたんだな。すげえじゃねえか、寝癖。
おめえ素直だし、屈託はねえし、よくよく見ると可愛い顔してるよな。おい、ちょっと待って、お前狙われるぞ。お前は指導やゴルドンに可愛がってもらえよ。やっぱりペロは俺がいただくぜ。一瞬ちょっとお前 BL に走ろうとしたよ。ダメだ。どうしたゴルドン。遠いな、お前も動けへんのか。うん、グゴが、なんだよゴルドンかよ。ペロ、俺がお嫁さんにする。ペロ、誰にも渡さない。くそ、ゴルドンの野郎、頭だけ銅のくせしやがって、生意気なことを抜かしやがる。それにしてもあいつ、どこからでも会話に入り込んでくるな。どんだけペロのことを気にしてんだよ。とにかく俺は認めねえ。ペロが金属野郎と恋に落ちるのも、にやけたビルダーとイチャイチャするのもな。うん、達成だ。とにかくこの寝床作ってあげたから、お前それでいいんでしょ。この辺のね、ハートをゲットすると、オッケーオッケー。これでね、やっと金鳴らせるようになったぞ。よし、例の儀式をやろう。街は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのは、鳴らすのは、鳴らすのはあなた。よいしょ、よっしゃー、これでレベル2かな。オッケー、お、来た来た来た。お、どっさり来たね。え、なんだ、新しい仲間がやってきた。ちょっとなんかね、髪の毛の色の違うやつも来たぞ。お、ひらめきタイム来るんじゃないか。さあさあ、みんな見てくれ、ひらめきタイム。寝癖はたくさんのレシピをひらめいた。おー、またね、いろいろ作れるようになったぞ。ちょっと待って、あ、銀とかね、アイアンとか来てるから、あー、そろそろね、銀がね、掘れるようになってくるんじゃないか。酒場の壁掛け、いいねいいね。ダーツボード、おしゃれだね。作っていきたいね、早く。ほわわ、素晴らしい。ビルダーの鐘を鳴らして、ものづくり力を高めてくれたんですね。よっしゃよっしゃ、新しい仲間も来たみたいじゃねえか。これで鉱石を掘りまくれるな。アイアンの壁に銀のタイルの壁か。こいつは少し気が早いようだが、鉄や銀も手に入れていかなきゃな。あ、そっかそっか、アイアンだからね。銀じゃなくて鉄なんだ、それは。うふふ、ポーカーにダーツボードも、これでバーもますます賑わうわね。これで鉱山街での生活もさらに豊かになるでしょう。ひらめいたものをどんどん作ってくださいね。それじゃあ、ネグセ、新しく来てくれた人たちと話をしてみましょう。いや、一番気になったのはね、ちょっとほら、あなたちょっと、え、あなた、どっかで見たことあるな。あの、なんかあの、MBS かな、なんかあの、おう、すまんすまん、大事なところでな、ちょっとあの邪魔が入ったな。おう、オッケーオッケー。いや、あなたね、誰かに似てると思ってたらね、あのチチンプイプイとかのこのね、 MBS のお天気のお兄さん、広瀬俊さんにね、スクリソツじゃないか。お天気予報してくれるんじゃないの、あなた。いや、お前話しかけてるんちゃうね。お昼、広瀬さん、ん、何かよからぬものを作ったらすぐに教団に報告しますから、そのつもりでお願いしますよ。あ、真面目だな。うん、いや、そんなことよりよ、誰に話しかけんねん。ほんで、お前か、お前がリーダーか。あ、こいつか。おい、お前、妙な鐘の音に導かれてみたら、ここはなんだ、どうなっておる。よもや行動を作り直して鉱石を掘っておるのではあるまいな。そのような教団の教えに背くことをわしらは絶対に許さんぞ。あなた、ちょ、ペロ、どうしてそんな意地悪言うの。寝癖をいじめないで。おう、お前は誰だ、こんなむさ苦しい鉱山街にこんなにも可愛らしい子が。私たち教団を抜けてバーを作りながら鉱石を掘っているの。みんなもビルダーになって手伝ってくれない？いかん。ただでさえ内緒で筋肉を作っているのに、そんなことを教団に知れたら。だが、もはや内緒が一つくらい増えても問題ないかもしれんな。うん、なんやねんお前ら。よし、お前近い近い。うん、よし、あくまで内緒で鉱石掘りを手伝ってやる。わしらも今日からここの荒くれだ。うん。僕はセルキと申します。あ、広瀬俊さんじゃなかったの？うん。鐘の音に導かれて来てしまいましたが、僕は教団の熱烈な信者なんです。でも、あんな可愛い子ちゃんがいるなら、ここに住んでみるのもありですね。お、惚れちゃったか？決めました。悪しきビルダーからあの子を守るために、僕もここに住むことにします。何かよからぬものを作ったら、すぐに教団に報告しますから、そのつもりで。あ、仲間になったね。広瀬と荒くれたちが仲間に加わった。はいはい、町のね、あちこちに壁掛け松明を、取り付けましたね。はい、それで一つね、あのイベントをこなしました。おっさん起きろお前。うん、寝癖、荒くれの数もだいぶ増えてきた。こ
これでもっと奥まで行動を進めるだろう。うおおいら勇気出す。奥まで進んで鉱石を掘って掘って掘りまくるぞ。お前寝室でやめろ。お前暴れんな。坑道の奥に進めばおそらく鉄も出てくるはずだ。今後のものづくりのためにも鉄を探してきてくれ。あ、次は鉄だな。うお、鉄か。じゃあオイラたちがあたりをつけておくぞ。あたりをね。うん、準備ができたら坑道の奥に来るんだぞ。こんな夜にですか。うん、行くのね、寝癖。いや、だから夜の朝ね、僕は朝ね。うん、これあげる。あ、イベントごとにこうやってね、お弁当くれるんだ。私が作ったお弁当よ。坑道の奥でお腹が空いたら食べてね。いや、かたじけねえ。おい、なんだそれは。なぜお前さんにだけ手渡しなのだ。許せんぞ。おっさんまで怒り出したぞ。とにかくお前さんには鉄を取るだけじゃなく、荒くれが働けるように鉄の鉱脈まであいつらを導いてほしい。さあ、坑道の奥で荒くれを鉱脈に導きつつ、鉄を10個手に入れてきてくれ。あ、目的地がね、表示されましたぞ。うん、あ、そうそうそう。これね、長押しするんだよね。長押しして。行動ね。これかな。鉄を手に入れよう。あー。まだね、仮想ではないね。上層なんだね、まだね。ここにね、ファストトラベルできるようになったからね。そして、もう一つ。ペロが言ってたね、お料理室も作ってあげなきゃいけない。それね、まず作ってあげようかな。はいはい。ペロがね、キノコキッチンが欲しいって言ってたから、これね、キッチンを作って、そこにね、たくさんのキノコをね、置いてあげたら、キノコキッチンを通り越して、キノコだらけの部屋っていうのにね、なってしまいました。まあいいでしょう。とりあえずね、キノコキッチンができた瞬間に、イベントはね、クリアしてるんだ。ちょっとペロ起きて、起きてちょっと。うん。寝癖、キノコキッチンを作ってくれたのね。部屋の中に、菌糸が待って、素敵だわ。あなたちょっとキノコ好きだよね。このキノコ、ん？じゃあこの部屋があれば、キノコを育てて料理ができる。バーの看板メニューも考えられそうね。あ、キノコ料理かな。え？父親のバーのために看板メニューを考えるなんて優しいですって？いや、そんなこと言ってないよ。そんなことないわ。美味しい料理でみんなが元気になればって、ほんの少し思っただけ。それに、頼んだら何でも作ってくれるあなたの優しさに影響されただけよ。さてと、この部屋で今日から料理を作るわ。メニューの開発、寝癖も、手伝ってね。うん、達成したね。さあさあ、冒険パートにね、入っていこうか。こっちだよね。シドどこ行った？あいつ走っていったよね。あ、みんな整列してるぞ。お、シドお前どこ行ってたよ。お前はぐれるなよ。わあ、またね、これほらすごい壁だよね。うお、寝癖シド、やっと来てくれたんだな。この先にも行動が続いてそうだぞ。勝手に掘り進んでもよかったんだけど、お前たちを待ってたんだぞ。さあ頼むぞ。自慢のハンマーか古びた魔法の玉でこの分厚い岩の壁を壊すんだぞ。そらボンバーマンで行きましょうよ。ここね、あ、マーカーついております。よいしょ。じゃあ何してんの。じゃあ行ったオッケー。そうそうそう、 X ボタンで奥だからね。あ、なんだよいしょ。あ、ちょっとずれたけど大丈夫だね。うん、オッケー。よし、行ったぞ。もう一発か。ここね、離れろみんな。よい、ちょっと待って、ごめん、僕めっちゃダメージ食らったわ。お、なんかだいぶ掘り進んできたら、こんなほら部屋みたいなの出てきたぞ。なにこれ、昔の基地みたいなね。これなんか、あ、ちょっと待って、クローゼットとかあるぞ。わ、すごいやんけ。え、これ何の部屋。なんかね、部屋出てきたぞ。なんかないか、クローゼットの中とか。なんかないか。あ、ないか。なんなんやろな。あ、ビルダーパズルもあるんじゃないかこれ。ほら、あ、調べられない。あ、調べられないね。お、もしかしてこれ自体がビルダーパズルとでも言わんばかりだ。ん、あ、わかったぞ。これね、一番左の部屋と中の部屋、よく似た形に右側もしなさいと言っているんだね。任しとけお前。僕のね、部屋のね、メイキングセンスを見よ。どうだ、見ろ。ほら、一番右側の部屋だけよく見たらね、顔の形みたいになってない。ほら、顔の形みたいになってるでしょ。これ正解でしょ。これ正解。はいはい、分かってます。こうだね。うん、分かってるよ。で、それはやばい。実況者だから、ボケの一つでもね、やらないとね、ダメでしょ。うん、分かってるよ、こんなんね。うん。おぉ、どうした？割とね、ほら、広いところに出たぞ。あ、ナイス。またね、導きの玉があったぞ。オッケー、ここもね、ファストトラベルできるようになったぞ。あ、鉄の採掘場だって。オッケー、あ、作業台もあるやんか。わぁ、やったね、便利。おぉ、お前ちょっといいか？寝癖、オイラの鼻が激しい鉄臭を捉えたぞ。あ、鉄が近くにあるのかな。この壊れた足場の上にきっと鉄がある。けど、今のままじゃ登れないぞ。
寝癖、オイラたちもこの上に行けるようにみんなで使える足場を作ってもらいたいぞ。足場、お願いだぞ寝癖。まずはみんなの足場を作るための設計図を書いてほしいぞ。もう足場の設計図ね。ほんならこれでいくか。お、できたかな。採掘足場の設計図を描いた。あ、これは簡単にできそうだね。階段、はしご、壁掛け松明。あ、これをするためにあれだ、これ作業台がね、これ設置されてたんだ。うおー、すごいぞ。みんなの足場の設計図が描けたんだな。足場があればオイラたちにも上に登れるぞ。早速設計図を組み上げてほしいぞ。もしもはしごを高いところまでつけていくんなら、一つずつつければ登りながらつけれると。あ、なるほどね。ちなみに作業台はおあつらえ向きにそこにあるぞ。何か作るなら使うといいぞ。当たり前でしょ、作らないと無理でしょ。さあさあ、このね、足場も完成するぞ。ここにね、松明をつければ完成だ。いや、これはね、簡単にできたよね。やったー、うおー、登ってこい登ってこい。みんなの足場ができたんだな。さすがは寝癖だぞ。で、これでオイラたちも上に行けるぞ。このね、ちょっとほら、色のね、白っぽいこの壁っていうかね、それが鉄なのかい。教えて教えて。足場があればオイラたちも上に登って鉄を掘れるぞ。助かったぞ寝癖。ハート出たね。さあさあ寝癖、早くハンマーで鉄を掘るんだぞ。まず必要な鉄は10個だぞ。僕が掘るの。でもってこれからはオイラたちが掘った分の鉄を夕方の報告会で寝癖にやるぞ。それと、そこに導きの玉があるぞ。忘れずに触れておくんだぞ。ちなみに銅もくれるよね。銅も、銅ね、あと96個ぐらいいるからね。それもちょうだいね。あー、これが多分ハンマーで壊せるんかな。よいしょー、これか。あ、つぶつぶ岩ってなってるね。つぶつぶ岩ってなってるぞ。これ鉄じゃないの。鉄じゃないっぽいぞ。あ、出た。あ、出ました出ました、鉄が出たね。お、なんかひらめくぞ。よいしょー、あ、鉄のインゴットね。オッケー、これでね、鉄アイテムが作れるようになったんじゃないか。おお、なんだそれ、ひょっとしてそれが鉄ってやつか。あのツルツル頭は鉄を10個取ってこいって言ってたな。近くにあるやつをもっと掘ろうぜ。オッケーオッケー、ほんならこの辺のもんね、ちょっとドカーンと掘っていこう。オッケー、10個溜まったっぽいね。うぐおー、鉄が10個取れた。みんなを鉱脈で働かせることもできたぞ。実はな、ネグセ、行動は上層と下層に分かれているんだぞ。もうすぐ上層部分はおしまいみたいだぞ。あ、ほんなら銀と金はね、下層にあるのかな。どうせならオイラ、カルロに報告に戻る前にこのままもう少し奥まで進んでみたいぞ。あ、偉くね、お前勇気出てきたじゃないか。さあネグセ、オイラについてくるんだぞ。いや、俺もいかんなんのかい。ほんで立ち往生ってどない。おい、どうした。寝癖、せっかく来てもらったのにオイラ申し訳ないぞ。オイラの鼻によれば向こうに行動がつながっているんだぞ。でもこの岩の壁固くて壊せないぞ。また爆弾でしょ。ハンマーでも爆弾でもこの岩の壁は壊せそうにないぞ。え、なんだって。これはどうしようもないぞ。寝癖、一度地上に戻るんだぞ。鉄が取れたことをカルロに報告するついでに壁を壊す方法を考えてきてほしいぞ。あ、爆弾でも壊せない壁か。そいつは難儀だね。仕方ないね、一旦ちょっと村に戻ろうか。よし、戻ってきたぞ。みんな集まれ、集まるんだみんな。オッケーオッケー、ハートハート、オッケー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 。その吹き出しが多すぎる。誰に吹き出してんだ。あ、おっさん、つるっぱげ。鉄を手に入れて荒くれたちを鉱脈で働かせてきたんだな。鉄があれば便利な道具も作れるぞ。そうだな、例えばもっと硬いものを壊せる鉄のハンマーなんてのも作れるかもしれんな。あ、なんだってちょうどいいじゃないか。それはそうと、お前さん、あれからペロとはどうなってんだ。なんかやらしい言い方しないで。どうもこうもない、何もなっていないだと。嘘をつけ、お前さん、ペロに弁当をもらったじゃないか。あ、そうだよ。ペロのやつ心なしか顔が赤かったぜ。おっと、勘違いするなよ。俺は荒くれたちみたいにペロの弁当が羨ましかったわけじゃない。そんなことよりちょっと指導がダッシュできたのは気になるな。だがもし残ってるならペロの弁当を分けてくれ。なんなら残りかすでもいいぜ。何言っとんねんこのハゲは。なあ寝癖、こいつらどうしてあのペロって女にこんなにこだわるんだ。何？これが愛ってやつだ、だと？なんだ愛って、それぶっ壊せるものか。愛はね、壊せないんだよ、指導。あ、まだあるのおっさん。ふう、いよいよ鉄も手に入った。工場の復旧は順調のようだな。いや、ところがね、そのね、これハンマーでも爆弾でもね、壊せない壁が出てきたんだ。だが、そろそろ硬い岩の壁に行き当たって困っていることじゃないか。だから僕がそう言ったでしょ。
そんな時は鉄を加工して道具を作るに限る。そして鉄の金属工房があれば最高だ。鉄の金属工房はその名の通り、部屋の壁をすべてアイアンの壁で作った工房だ。ほう。鉄の部屋に炉、革袋、壺、収納箱を置けば完成できる。鉄の加工のために鉄の金属工房を作ってくれ。あ、それを作らないと鉄アイテムは作っていけないということ？あ、了解。ほなちょっと作っていくか。お、オッケーオッケー。集会のね、時間だぞ。よっしゃよっしゃ、今日もたくさん鉱石が取れたな。早速報告会を始めるぜ。今日からね、この鉄も銅も両方もらえるんかな。うん、寝癖の分ね、オッケー。あ、来た来た。銅14個、鉄8個、石炭41個、オッケー。これからはね、鉄もね、もらえるみたいだ。うん。あ、来た来た。今日の採掘分で銅が1000個集まったぜ。ついにカッパーマンに、念願のカッパーマンになる時が来たんじゃないか、ゴルドン。え、進化させられるぞってね、お前ポケモンか何かと間違ってるんじゃないか。魔法テンション上がっちゃって。うん、今日の報告会は以上だ。おめえたち明日も張り切っていくぜ。寝癖。お、どうした？銅が1000個集まったみたい。これでゴルドンをカッパーマンにできるわね。うん、あの子きっと喜ぶわ。一緒にゴルドンのところに行きましょう。ほら行くぜ。行け、股間、股間に。お、来た来た来た。いい角度で入ったんじゃないか。おー、来たねー。銅色になっちゃった。うごー、やったー、やったぞー。俺、やっと、カッパーマンになれた。いいね、いいね、カッパーマンか。うん。やったわね、ゴルドン。その姿、とっても素敵よ。ペロ、ペロ、俺、お前、好き。お前、喜ぶ。俺も、喜ぶ。けど、ゴールドマンにならなきゃ、山に、ゴールドラッシュ、戻らない。まだまだ、鉱石、いる。行動をさらに地下まで進めば金や銀も残っているだろうが、とにかく今はゴルドンが進化したことを喜びましょう。その姿素敵よ、ゴルドン。うおー、ありがとうペロ。俺少し力ついた。ペロのために俺も頑張る。うん、具体的には何もしてくれるんだ？特に何もしてくれないのか。オッケー、とにかく鉄のね、作業場ができそうだぞ。これね、ちょっと扉をつければこれできたじゃん。ほら、あれ寝床。 あ、そっかそっか。このね、ベッド置くから悪いんだ。どうなったどうなった。あ、ちょっと待って、おっさん、ちょっとなんか条件足りてへんか。うん、アイアンの壁で作った工房。はいはい。あ、牢がないんだ。牢が、収納箱もない。あ、オッケーオッケー、わかりました。あー、できたできた。これでね、条件整ったみたいだぞ。おい、おっさん、スルパゲ、スルパゲ、上から入ったね。大はしゃぎじゃないかお前。こいつはすげー。うん、おお、やるじゃないか。鉄の金属工房が完成したんだな。ちょっとね、小さいけどね。うん、壁から香るこの鉄の匂い、こいつは作業がはかどるぜ。インゴットは作るのに時間がかかる。金属工房に炉を2つ置けば一気に作れて便利かもしれないな。いやー、ちょっとね、2つも置くスペースないわ。うん、それはそうと、お前さん、これだけ鉄に囲まれてんだ。ビルダーとして思いつくものはないのか。なんか思いつくかな。鉄といえばあれだろ。あれがあれば今まで掘れなかったものも掘りまくれるぜ。さあ考えろ。今のお前さんなら作れるはずだぜ。なんだって、鉄でできてるもん。なんだろうね。あ、来た来た。なんだ、鉄人28号かなんか作るんちゃうか。うん、大金槌、鉄を加工した重いハンマー。あ、ブロック攻撃6、とても硬いものを壊せる。うん、これか。おう、寝癖、新しく大金槌を思いついたんだな。そいつがあれば今まで掘れなかったものも掘りまくれるだろう。金床で作って俺に見せてくれ。もしも素材が足りなかったら行動に降りて探してきてくれよな。あ、了解。作ってみるか。大金槌ね。あ、ちなみにね、ほら、これ鎖かたびらが作れるようになったんで、これね、寝癖ね、鎖かたびら装備しております。ちょっとね、ほら、兵士っぽくなったよね。うん、指導の頭で見えない。うん。オッケーオッケー。とにかく、ハンマー。ん？あ、これ？はいはいはい。あ、鉄のインゴット3つで作れるんだ。オッケー。今作ってんのは何やねん、ほんなら。お、できたできたできた。グレードアップになるんだね。カチコチ金属もお手軽に破壊。うん、おお。なんだそれ、ひょっとして新しいハンマーを作ったのか。イエーイ。なかなかかっこいいじゃないか。それなら硬いものもぶっ壊せそうだ。素材集めもはかどりそうだな。あ、そうだね。よし、そのハンマーで行動のさらに奥まで進んでみようぜ。よしよっしゃ。とにかくこのハンマーができればこの先もね、いけそうだ。お、いたね。おほ、こいつはすごい。鉄から大金槌を作ったんだな。これで新しい素材も手に入る。バー作りと坑道の復旧もきっとはかどる。坑道の新しい道も開いていけるな。大金槌うまく活かすんだぜ。寝癖、気が早いかもしれんが、一つお前さんに話しておきたいことがある。お、なに？
どうせなら俺はこの島を牛耳っているハーゴン教団をここから追い出したい。みんながいくらものづくりに目覚めても教団が残っていたら好きなようにものを作れないからな。島には教団から派遣されている総督ってやつがいる。いつかそいつも一緒に倒そうぜ。あ、なるほどね。このモンゾーラっていうね、島にはヒババンゴっていうね、総督がいました。この、なんだっけ、この島、ムカチャッカじゃないわ。なんかね、うん、そこにも総督がいるんかな。あ、達成したね。なんだお前、喋りたけじゃないか。お前、走ってきたね。よーよー、寝癖、大金槌で、大金槌もできたんだ。そろそろまた行動に行ってきてくれよ。大金槌があれば、塞がった行動も掘り進められんだろ。まず奥にいるマッシモのところに行ってきてくれ。うん、ん？あ、ペロ。どうした？どこにいんねん。あ、そんな遠いとこから。うん、また行動に行くのね。はい、これ。いつもお弁当くれるね。あ、ほら、どんどん量が増えていくぞ。行動の奥は暗くて寒いと思うけど、指導と一緒に頑張って進んでね。うん、いつもありがとうね。あ、ほらほら、また焼き餅焼いちゃうぞ。うおー、またかよ。弁当は、おめえのもんでも、ペロのハートは俺のもんだからな。とにかく寝癖、行動の奥にいるマッシムのところへ行って、大金槌を振り回してこい。鉄の採掘場にワープすると、きっと早く行けるぜ。うん、あ、目的地表示されたね。オッケーオッケー。ほんなら、あ、これね、多分さっきのね、壊せなかった壁のところだと思われます。広瀬さん、何してはるんですか？それなんか、ビールかなんか飲む練習ですか？それ、広瀬さん。よかったな。広瀬さんも一応ね、この村にちょっと馴染んでこれたみたいやな。いやー、広瀬さん、これからちょっとお天気どうですか？今ね、ほら、いい天気ですけどね。え？あ、これから下り坂？あ、そうですか。いやー、雨降るようにね、全然見えないんだけどね。そら、天気予報士がね、言っておられるんだったら多分雨降るんでしょうな。うん、雨降る言うてもね、これ砂漠地帯だからね、そんなもう数年に数回しかね、本当にもう雨降らないんちゃいますよ。広瀬さん、それ、何してはるんですか？それ何してはるんですか？ちょっとキノコと合体してなんか、キノコのスカート履いてみたいになってましたよ。広瀬さん。広瀬さんのお仕事って言ったら何なんですか？このね、行動を掘ったりする、あのね、荒くれ者とはまた違うじゃないですか、広瀬さん。やっぱりお天気予報士だ。広瀬さん、もしかして、僕ずっとね、広瀬さんのこと観察してたんですよ。あなたね、ちょっとお酒飲むか、ここでご飯の時間になったらね、ご飯だーって言って、ここでご飯食べて、それ以外はね、こう、キノコとね、ちょっと同化するっていうね、そういうお仕事なんですか、あなたね。広瀬さん、何してはるんですか？はい、ということで、広瀬さんとね、飲んでもあんまり楽しめない寝癖でございますが、今回鉄をね、ゲットできたので大金槌を作ることができました。これでね、硬い壁を壊して、おそらくね、坑道の下層へね、行けるようになるんじゃないかな。そしてついにね、銅を1000個手に入れて、ゴルドンがね、ほら銅色になってますよね。カッパーマンになれました。この先おそらく次はね、銀をね、集めなきゃいけないと思いますね。はい、ということで今回はね、ここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。